西郷隆盛が西南戦争に従軍した士族の一に与えたという、このほど見つかった字の書を、この士族の孫が宮崎県都の城市の仏館に寄贈しました。宮崎県都の城市、博物館、都城島津屋敷に、見ますと、古書は明治10年の西南戦で西郷郡に加わった都の城市出身の士族で、その後は医師して活躍した山の内里氏忠氏が西郷から直接得られたとされ、子孫が保管していまし、先月、専門家の鑑定で本物と確認で、2日、山の内の孫の柳田君子さん、81が市役所を訪れて博物館に寄贈し、した書は縦1メートル20センチ、横0センチほどの和紙に平安時代の旧の役の工事を引いて、源氏の勇敢、落ち着いた姿に感服したという内容が強い文字で書かれ、西郷が当時、名城津、いた、南須という文字が記されて今、山の内はその後、地域医療の発展に、お尽くしたということで、柳田さんは、父は厳しい中に優しさを合わせ持った人、したが、西郷とも直接、触れ合っていた、知り、誇りに思いますと話していまし、都の城島津邸の山下新一副館長は、南戦に参加した鹿児島以外の士族と西の間、直接のつながりがあったことを示、貴重、資料だと話しています。この書、修復を行った上で公開される、定めです。